オルビ TV。 皆さんこんにちは、オルビでーす。オルビ TV ということでやってまいりました、オルビット TV。 今回、クイズ企画、二択クイズ企画、はい、で呼ばれたんですけど、うん、なんか、うん、ね、これ久しぶりですね。オルビットのみんな、2時間ぶり。2時間ぶりか。久しぶり。どうぞお座りください。ありがとうございます。9月にミニアルバムが出るらしいじゃないですか。そうです、そうです。いいですね、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、このミニアルバムの今日はですね、大ヒットを祈願して、まあ、今後ね、皆さんがどん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 運気が上がっていくような企画をご用意いたしました。ということで、以前ですね、オルビットの皆さんが絡んだことのある方、ゲストに来ていただいております。ご紹介いたしましょう。テレビ番組や数々のメディア話題の開運王子こと占い師クレノトリさんです。どうぞ。お久しぶりです。お久しぶりです。お疲れ様です。はじめまして。はじめまして。韓国メンバーはじめましてです。そうだそうだ、韓国メンバーはじめまして。お疲れ様です。はじめまして。はじめまして。え、この前、ジュンと一緒にね、以前、ジュン君、シュンヤ君、ユゴが番組で共演されたということで、よろしく、どうぞどうぞ、皆さんお座りください。よろしくお願いします。面白そう。占い企画でございます。さあ、というわけで、クレノトリさんは会員のための本を出されたんですよね。そうなんですよ。どんな本なんでしょうか。二択でですね、これどっちが正解ですか。怖い。二択回遊みたいな。そうなんです。でも前共演した時も、共演させていただいた時もズバズバ当てられる。ズバズバ結構。そういうわけでございまして、早速回遊の方法を教えていただきたいのですが、はい、せっかくなのでクイズ形式で出題させていただきます。面白い。二択だ、ね、オルビットの中で誰が開運センスがあるのかを見ていきたいと思います。これ逆にビリ分かっちゃうんですか。ビリも分かっちゃいますよ。うわ、ちょっと、はい、というわけでございます。題して、開運クイズに挑戦、最強開運グッズを手に入れろ。開運グッズがもらえるかも、欲しい。さあ、そういうわけでございまして、開運にまつわる2択クイズを10問用意いたしました。メンバーは個人戦で正解数を競います。なるほど。一番正解が多かった人には、占いによって導き出された優勝者にとっての最強開運グッズをプレゼントいたします。欲しい。今年もお願いします。開運センスがある人がこの開運グッズを持ったらもっと開運するってことなんですね。すごい高低差生まれるってことですよね。普通ない人がもらって普通に戻るぐらいじゃないんだ。もう突き抜ける。鬼に金棒ってこと。鬼に金棒ってこと。合ってる。みんながスッてなってくる。合ってる。合ってるのよ。さあ、じゃあ、というわけで早速いっちゃいましょうか。皆さん、ここの準備よろしいでしょうか。はいはい、開運センスは誰があるのか。それでは早速参りましょう。第1問。金運がアップする電子マネーのチャージ金額はいくら。え？ A 6000円、 B 5000円。手元の AB の札でお答えください。どうぞ。チャージする時のお金、電子マネーのチャージ金額、 A が6000円、 B が5000円。どっちが開運するかということでございます。この1000円だけで開運が違ってくるってことですね。どういうこと。怖っ。え、怖っ。ご縁がありますと、そういうのとかじゃないですよね。あ、関係ある。ちょっと B が5000円、 A が6000円。はい、 OK です。さあ、それでは一斉に皆さんお出しください。どうぞ。せーの。いや、俺こっちだな。 ABABBAA。 あれ、 A が多い。 A が多い。 A だけにな。どうしたと思う。だから俺ちょっとね、この人小声でボケるっていう癖があるんですよ。安心してボケてください。全部突っ込みます。さあ、それでは先生、正解の方よろしくお願いします。絶対お願いします。ちょっと変わってもいいですか。変わってもいいんですか。それ上がり変わって外れたらめっちゃきついですね。変えない変えない。さあ、それでは先生、正解の方よろしくお願いいたします。はい、ズバリ正解は A の6000円です。理由がありますか。なんで。理由はありますよ。なんでですか。変えようとしてるの。実は数字の占いに基づいているんですけども、数字の5っていうのはね、実は破滅を表してしまう。なんか5っていいイメージあるよ ね、 とかね、よく言うじゃないですか、割り切れない数字の方がいいとか言って言いますよね。演技的に破滅の数字。だから今俺ボロボロなんだ。
だから俺今ボロボロなんだじゃない。買えなくてよかったよ。買えなくてよかった、ね、これが運かも。そう、ああ確かにね、危なかったけどね。さあじゃあどんどんいきましょうか。第2問、観葉植物はどこに置くといい。 A ソファーの脇、 B テレビの横。ねえ、ソファーの横とかね、置きがちですよね。まあ、テレビの横も見るか。まあね、今置いてる方います、観葉植物。はい、置いてます。あ、よろしいでしょうか。それでは一斉に答えをどうぞ。 B B B A A A B、 あ、 A、 あ、え、これテレビ、僕テレビの横置いてるよ。あ、置いてる。もう一個デカめの、すでにデカめの植物置いてますね。はい、はい、さあそれでは先生、正解よろしくお願いします。はい、正解はズバリ B。 うわー、やった、ブレーブレー。今回はマジで変えようかなと思った。僕は直前で変えました。テレビの横にも置いてるから、どっちの横にも置いてるんですけど、量が多い方にしたら、うん、ソファで座ってだいたい TV 見るときに見えた方がいいんじゃないかなと思ってて。なるほどね、見えてる。はいはいはい。ね、このあのテレビっていうものと、はい、でその観葉植物っていうのの気が合わさるとですね、ものすごい上昇気流が生まれるんですよ。ソファーの横だと植物から見下ろされるって言って、下に落ちてしまう運気が生まれてしまう。そうなんだ。あ、だから俺落ちたんだ。繋がってる。大丈夫、まだ大丈夫よ、まだ分かりませんから。じゃあどんどん参りましょうか。あ、いいね。第3問、好きな人にメールを送る時間は。わお、メールですよね。メール。 A 午後0時24分、 B 午後0時31分。これ1が夜中ですか。お昼です。お昼、お昼、どっちも5がないな。5が、あ、じゃあ話変わってくるの。でご飯食べた後ってことですね、時間的には。そうです。ですね、ご飯食べた後のヒントなんちゃう。あ、これ、ね、で、今はそうね。直感でいきましょうか。それでよろしいでしょうか。うん、答えを一斉にどうぞ。これは分かりやすい。A 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 全員 A。全員 A の24分。これで運悪かったらちょっとやばいぞ。やばい。いや絶対合ってるよ。合ってる。信じて。信じて。あ、なんかある。ゼロ二四足したら6になるんですよ。はい、ってことはさっき6000円の6でしょ。おこれだけじゃない、はい、3、1足すと4になるでしょ。死ってちょっと悪い言葉でしょ。えでこれです。あ、変えたいな、急に。じゃあ先生、正解をよろしくお願いいたします。正解はオルビットの皆さんは全員恋愛運は地獄へ落ちた。ダメですね、皆さん、恋愛がダメ、全滅。いやー、なんでこれ先生、なぜでしょうか。でもね、ジュンさんいいとこおっしゃってたんですよ、足し算をするところまでは大正解だった、けどですよ、3たす1で4になるんですけど、4っていうのはね、恋愛ではいい数字なんです。難しいわ。四角形って4じゃない、はい、四角形のものってここにもここにもあそこにも、全て四角形ですよ。そうですよね。人間にとって4って安心するっていう意味なんですね。安心。六角形のものってなかなかないですよ。そうですよね。だから3たす1で4になるその31分の方がいいんです。あ、なるほど。一人でもなんか B だったらよかった、ね、全員 A だってなんか悲しくなる。あ、まあ楽しくやってこい俺ら。俺らでも楽しくさ、でも安心じゃないですか、見てるファンが。ファンが、ね、これはね、しばらく恋愛はないです。はい、ご安心くださいませ。うん、高なったな。見た目は地獄に全滅だ。びっくりした。拝んどきましょう。さあそれで続いていきましょう。第4問、開運するためのスキンケアは。 A おでこの保湿、 B 輪郭のリフトアップ。おー、なるほど。すごいね、オールビューティーやってますから、オールビット。そうだね、ここで間違えられませんよ。あ、OK です。 OKOKOK、はい、それでは一斉に答えをどうぞ。 ABABBAB、 分かれた。めちゃくちゃ分かれた。ちゃんと分かれましたね。全員地獄に落ちるってことないですね。いやでも今あの運が今トモとユンドンとチュンがいいから、でも3人が A です。今なんかく観察がちょうどここにね、顔的になんかおでことか、ここに出るっていうからね。そうそうそう。え、じゃあ変えていい。
いや、ユーゴも出して帰っていいかな。でも確かにおでこ出してないとか。おっ、ほんとだ。ほんとだ。おでこ出してる。ピヨ、うわ。でもこれ逆におでこあれだったらおでこ広いからめちゃめちゃ運上がるみたいなあります？あります。まだそれが合ってるかどうか分かんないから先生よろしくお願いいたします。はい、正解は A のおでこの発出です。めっちゃ多い。なんか力出てきたかも。いやでもマジで今おでこ隠した人がなんか負けたのが。はい、これ実は人相占いの言い伝えなんですけども、おでこっていうのは仕事運とか全体的な運、神様とつながって運が降りてくる場所なんですね。だからそこを艶やかに保つと運が良くなる。で、顎の方、輪郭の方はですね、お年を召した方、60歳とか70歳とかお年召した方はここね、晩年を表すからキュッとするといいんですけど、皆さんまだまだお若い、輪郭は気にしなくていい。ああマジで明日はおでこ、ちょっとおでこ後悔します。みんな分かりやすくおでこを見せちゃう。綺麗なおでこですね。綺麗なおでこです。関係あるんですか？おでこ広いんですけど僕結構おでこでね、はい、とても綺麗なこう形されてるんですよ、はい、おでこは頭の良さと関係するから、あなたに見せて賢い人です。あっ、ピーン。あ、めっちゃバカに見えるんですけどこれマジだ、今鼻の穴がこうなってピーン。おでこ出してこう、結構コンプレックスなんですよ。全然なんだよ。そうなの？全然そう。でもそんなに広く見えないですピーンこっちもこっちも見せてピーン。お裾分けしようから、お願いします。ピーン、ピーン。俺は間違ってるんだから、今結構今カメラにも、カメラにもお願いします。ちょっと皆さん、おでこは回遊スポットです。ピーン逃げて。何がピンか分かんないけど、はい、なんだ。 第5問です。5問、はい、SNS を見るのにいい時間帯は。これいけんじゃない？ A、お昼休み、 B、帰宅後。まあみんなが見る時間といえばね。さあそれでは皆さん一斉に正解をどうぞ。 A、A、A、B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  が多い。またこっちで分かれた。そう、ここの4人 B 型なんですよ。あ、そうか、それで B だ。はい、昼は見ないもん。そう、まあ、夜か。仕事終わってからとかさ、ゆっくりした時とか。ゆっくりした時からなんかみんなとゆっくり会話したいっていうか、なんか。逆に仕事終わってからはビタックだね、なんか。ゆっくりしたいから、自分に集中したいから。あ、ちょっと今顔がちょっと止まってますよ。ピーンか。じゃあ先生、正解をよろしくお願いします。はい、正解はですね、A の皆さん。おお、すごい。ピーン、ピーン、ピーンやねん、これはもう。おでこ出してから、やっぱいいっすね。やっぱそうなんだ。やらないとやっぱ。答えだ。これ なぜでしょうか、先生。ですね、帰宅後っていうのは、はい、やっぱり自分自身がこう休む時間なんですよね。あんまりこう誹謗中傷とか汚い言葉が飛んでる SNS はね、帰宅後は見ちゃダメなんですよ。だから俺汚いんだ。だから俺汚い。今全部間違ってますね。うん今全部間違ってるのがユゴとヒチョですよね。すごいね。行きましょうか。第6問でございます。部屋選びで避けたいポイントは。 A 窓からお墓が見える部屋、 B 玄関と窓が向かい合う風通しのいい部屋。うわ、なんか悪そうやな。これなんかちょっとなんかなんかちょっと玄関入ったらもうすぐ窓、奥に窓があるみたいな。開けたらもう風通しがいい。あ、僕今ですよ。本当の僕の。でも大体そうだよね。じゃあいいんじゃない？いや、大体そうだから。ダメだ。確かに。そういうことか。なんか P はなんか窓から入った運が玄関になんか出そう。そうそうそう。俺絶対それやと思う。はい、それでは行きましょう。それでは答えをどうぞ。 A、A、B、A、B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  が多い。お墓見える方が嫌だ俺は。俺も、まあ、嫌だけど、でもこれでしょ。でもそういうのは違うよ。まあそっか。わこれでよろしいでしょうか、はい、さあそれでは先生、正解のよろしくお願いいたします。はい、これね、避けた方がいいのは実は B なんですよ。絶対そう。理由がパーフェクトです。そういう場合どうしたらいいの？確かに確かに。ね、結構日本のワンルームとかで多いんですよ、ね、はい、ドアを開けると向こうにあの玄関があってベランダが見えるっていうね。そういう時はついたてを立てると。逆に仕切りとかあったら。仕切りがあったら大丈夫。あ、よかった。よかった、俺ある。じゃあドアがあっても大丈夫。ドアがあればいい。あ、あります、あります。よかった、よかった。だからこう吹き抜けしたらダメってことですね、窓がね。ドア閉めなきゃダメなんですか？うわー、し開けていた場合はお金運がすっからかんになります。うわー、通りで。だからだわ。めっちゃいいこと聞いた。
さあそれでは続いていきましょうか、はい、第7問、はい、7問まで来たよ。やばい、ちょっとここで巻き返さないとやばい。旅行先ですると良いこと、 A その土地の水を飲む、 B その土地の神社でお守りを買う。いろんなの言っちゃダメです。うん、あかかね、あ地元が一番いいみたいなですね。そんなポットでのやつに来られてもこいつ守ってあげようと思わないもん。ね、確かにね。まあ、急に旅行先でそうですお願いします。そうだってもう二度と来ないでしょ、あなた。ダメだもんね、神社。 お願いしちゃダメだからね、神社って。そう、うん、はい、出しましょう。せーの、ダー。 A、 A、 そう、 A 本、 A、 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 B、 A、 あ、 B、 市長だけ B、 市長だけその土地の神社でお守りを買う、これがいいと。それでは先生、正解の方よろしくお願いいたします。正解は A の皆さん。やったー、市長さんを皆さんで守りましょう。確かに運気いいから。でもね、 B がダメな理由が純さんパーフェクトでね、もう取りすごい。いやマジでそう、 B だ B。 よくその土地のものを食べるといいって言いますけど、お水なんですね。食べ物でもいいんです。水に触れると、あのお水取りっていう開運法が昔からあって、温泉に浸かるでもいいんです。大好き、温泉大好き。人間の体は水でできてますからね。あ、確かに確かに、吸収されるんですね。あ、でも僕小さいな理由があってて、あの新しい地域とか知らないところの食べ物食べたらお腹痛くなってて、昔おばあさんがあなたどこか行って勝手にな食べるなって言われて、それ以来もう食べない。はいはい、さあそれでは続いてまいりましょうか。第8問、出先で今日は運が悪いと思ったら、 A 呼吸を整えて瞑想、 B ジャンプをする、どっちがいいでしょうか。自分がしたい方、今その時、今もはい、今ここに来ました。はい、どっちにしましょうか。はいはいはい、直感直感。優がどっちかもう分かる。絶対瞑想もいいって言うもんね。うん、いいですか皆さん、まとまりましたか。それでは答えをどうぞ。 BBBAAAB。 いや瞑想って大事だって。瞑想は大事ですけど、運が悪い時にすることじゃないんだと思うし、なんかジャンプして、そう、離れる、なんか飛ぶ、そうそうそう、うわ確かに、なんかそういうイメージがある。さあそれではいきましょうか。先生、正解のよろしくお願いいたします。正解は B、 ジャンプするです。やったー。やっぱおでこ出してか、調子いいわ。なぜでしょうか、ね、理由が完璧かわいいね。あれ、運が悪い時にね、瞑想してつむっちゃうとね、うん、それに没頭しちゃうんですよ。なるほどね、つむってきすぎた。すごいですね、はい、やるね。ジャンプするとどうなるんですか、そのさっき。ジャンプじゃなくてダンスでもいいんです。ダンス、ダンスはダンスしてるじゃん。要は体を動かすことで、こう頭の方に行く気が全身に回るんです。なるほどね。だから考えすぎなくなる。体を動かしながら考え事ってできないでしょ。はいはいはい、はい、あ確かに、確かに。だから、ね、気持ちが変わるんです。あ、運動とか重要なんですね。瞑想はね、落ち着いてる時にやったら。なるほど、なるほど。運が悪いからって言うと考え込んじゃう。そうです、近い方に。なるほど、ダバスです。はい、じゃあその第9問いきましょう。これも面白いですね。座席を予約するときに選ぶといい数字は、ラッキーセブン一択、 B 自分の誕生日、どちらでしょうか。はい、うわ、日本はラッキーセブン、韓国もラッキーセブンってあるの。はい、あ、だからセブンだった。そうなんだ、はい、個人情報は出した。いや出さなくていい、自分の誕生日を選びますっていうだけでいいから。でもいや、予約するときに自分の誕生日ですって予約しないじゃん、だって個人情報は気づかない。厳しいな。ラッキーセブンか誕生日、どちらでしょうか。それでは皆さん答えをどうぞ。 BBBBABB。 おー、また一人だけ。なんでやん、なんで固くなに個人情報はと言い続けてますけど。誕生日が多い。なんか正直、うん、ラッキーセブンですけど、うん、なんかをするときにセブンを気にしながらしたことが正直考えてみたらあんまりないから、うん、俺もないです。なんか僕に関係ある数字を選ぶのが、うん、なんかセブンよりはよくあるかなという。なんかちょっと説得力ある感じで聞こえてきました。だから他のことに頼りすぎるのより自分のことに頼りすぎるの。なるほど ね、確かにそれっぽいな、なんか。さあそれではいきましょう。先生、正解のよろしくお願いいたします。はい、これ実は正解は B なんですよ、ね。やったー。
ール。僕7という数字が好きじゃないです。うん。でも誕生日選ぶのよりはマシです。でももう何も説得力ないですけどもね。なるほど。先生これ何でですか。何でですか。これでももうね正解よ。あれ？あれ？弟子だ弟子。ちょっと。あ、やめてもらえと。山田さん、うん、うん、あれ運がなかった今。運なかった今。あ、運落としちゃった運落としちゃった。落ちて瞑想して瞑想。危ない危ない危ない。そうそう。先生これはなんで誕生日なんでしょうか。いやーやっぱりね自分に関係する数字っていうものは一生守ってくれるお守りなんです。例えば23日生まれだったら3とかね、うんうん、あー、確かに下1桁が同じだった。後ろが5の糸はどうしますか。大丈夫、それはね、例えば常識を壊すとか、あ、そういう、そっちのいい方、いい方の壊す、ね、壊す、ね、あ、なるほどね、なるほど、面白いですね。さあそれラストラスト、あーか、まだいける、ラスト取りたい、最後100点とかでしょ、どうせ。ないの、占いにそれないの、ないの、それ往年のあのクイズ番組じゃない。最後はダブルチャンスです。ないですか、ないですか、ないか。さあ第10問いきましょう、はい、手相を書いても開運する、 A No B イエス。これ B が書いてもいいよってことですね。そうです、書いてもいいよで、 A が書いちゃダメだよ、大丈夫でしょうか。さあ、それでは皆さん答えをどうぞ。 B、B、A、B、A、B、B、 B、 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 僕これ聞いたことある、書いても。俺も聞いたことある。でもなんか、書いて見ながらポジティブになりそう、元気になるんじゃないかな。あ、B ですか、それが、はいはい、え、ちょっと待って、マジで、まだや、もうかわいそうや、B だ、大丈夫ですか。やばいやばいやばい、最後に、まあ、大逆転、あ、大逆転あるから、確かに、確かに、そして、正解まだ知らないから、確かに、まだわかんない、まだわかんないですよ。それでは先生、正解の方よろしくお願いいたします。ジョーさん、残念ながら逆転ならず。これ、例えば、じゃあ何で書けばいいっていうのある。まあね、やっぱ真っ黒のペンで書くよりはちょっとこう景気の上がりそうなね、金色のペンで書くとか。金色のペン、なるほどね。いや特になんか書いた方がいい手相とかあるのかな。僕生命線がめっちゃ短いです。へえ、生命線がめっちゃこのぐらいだったら短いんですか。おお、二重になってます。ね、守られてる、すごくいい線です。いい線ですか。すごい不思議。僕はどうですか。ユンドンさんの手相はなんか変変。見たことないってことですか。変態線じゃないですか。変態線、変態線ですよ、ユンノ君。あ、ノイ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 、カメラに一回見るの、ね、近くに。あ、じゃあユンドンさんは化け物ですね。化け物、いい意味で、いい意味で。確かに珍しい線やった。これとこれ繋がるんだったら、マスカケ線です。何ですか。あのね、すごい強い運のそうですよ。しかも目みたいになってる。あ、化け物だらけだ。化け物だらけです。あ、化け物です。さあ、それでは集計が終わりました。いや、面白かったね。それでは発表いたします。優勝は9問正解、すごい、ユージョー君、うわーイ、すごい、おめでとう。ピン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 。さあ、それではユージョー君には占いで導き出された最強開運アイテムをプレゼントいたします。おめでとうございます。いいなー、すごい、僕はもらうんだろう。見たい見たい。生まれた場所とか時間聞かれましたよね。実はメンバーごとの開運グッズを占うためだったんです。空気の読めない発言の面白い。なんかすごい明るい方に見えるじゃないですか。はい、いやいやいや、読めない、読めない。